いつだっていつだって一人じゃない夏のサオラララ夏のサオラはいおはようございますチューリッププリンセスですえー、サルーキーの二人でシンギング本当は 冬の空なんですけれども、勝手に替え歌にして夏の空にしちゃいました。はい、えっ、ー、と、ちょっとね、朝から、あの、チューリップラジオ、おはようチューリップラジオで、あの、もう水も一滴も飲まない状態で、ガチの寝起きで、あの、この曲を歌っちゃったので、ちょっと今お水を飲んだ状態で、<laughs> ちょっと好きなところをね、 あのー、歌い直してみましたでは本日も、えー、私の美食所リアルご飯参りましょうはいこちらは昨日おうちがホットクックで作ってくれた、えー、ポトフですねこちらね、あのー、ベビーウインナーも入ってました、あのー、ベビーウインナーも第一宅配の安全なものですね,もう,ちょっとねあのもうちょっとしかないので、まあ、1つぐらいしかもう入ってないと思うんですけれども あの、そう、ブロッコリーもね、入ってるので、ブロッコリーとささみといえばね、もう最強の本当にアンチエイジング的な組み合わせ、ね、筋肉も作ってくれるし、なのでこれブロッコリー入れてくれてるのでね、嬉しいです。そしてこちら、はちみつ梅干しですね。第一宅配の蜂蜜梅干しです。で、これを食べると落ち着きますね。で、ご飯。 ですね、今からねこの納豆にすごい組み合わせなんですけれどもポトフと納豆という今お味噌汁もね温めてるのであのキャベツのお味噌汁もねちょっと食べれたら食べようかなと思ってるんですけれどもこちらの、えっと、第一宅配のカップの納豆にこの、えっと、同じく第一宅配の安全な納豆のタレと、えっと、すりごまとかを混ぜてね黒すりごまを混ぜて納豆をいただきたいと思います。そしてこちら、えー、オイシックスの 有機、えー、ゴールドキュウイ。ねえ、なんかキュウイすごい食べたくなっちゃって。皆さんのね、なんか美味しそうなキュウイとかね、キュウイパフェとか、<laughs> 見てたら、なんかすごい食べたくなっちゃって、ゴールドキュウイ美味しいです。しかも勇気です。私もいただきます。はい、えー、こちらはいつものお水ですね。えっ、ー、と、天然水。しかも,もち、もちろん、常温です。はい、こんな感じで、今日はね、ちょっとね、喋りたいんですけれども、今、 あのお味噌汁がなんか煮えたった感じがするので <laughs> ちょっとこの辺りでも今日は失礼しようかなと思います。ちゃんとしっかりタンパク質、タンパク質、そしてね、フルーツ、朝のフルーツは金、ね、こんな感じでもうね、全部いろいろお野菜も取れるし。 でこんな感じの不思議な組み合わせだけれどもね、栄養素的には丸なんじゃないかなと思います。それでは今日も明るく、楽しく、うるわしく、美食度で参りましょう。Have a nice day! チューリップリンセスでした。